皆さんこんにちは。今回はプリペットの選定を取り上げます。プリペットという人が多いですが、正しくはプリペットと言います。これはシルバープリペットだと思いますが、放任していると緑の葉っぱが増えてきてしまいます。お客様がご自分でやられていたようですが、だいぶ道にはみ出してきて絡み枝も増えてきたので、私が剪定することにしました。プラ丈の支柱はもう外した方がいいですね。こういう絡み枝を抜いていきます。こういう枝抜きの作業をするときは、枝先のことは気にせず枝の流れだけを見てください。大穴が開いてしまっても自然に塞がりますから、臆せずやってください。交差枝が太くならないうちに早めに処理しましょう。立ち枝気味の強い枝を抜きます。方向の良い枝を探してそこまで切り戻します。密集している枝先を間引いて透かします。この辺まで輪郭を縮めたいと思います。切り戻して残った枝先をなるべく葉っぱのあるところで切り詰めます。枯れ枝はもちろん取ります。
この辺まで切り戻したいのですが、枯れ枝になってしまっていますね。さてこの部分、あなたならどう処理しますか？私は3本並んだ枝の真ん中を残して、左の細い立ち枝と右の太すぎる枝を抜くことにします。だいぶごっそり抜けましたけれども、お隣さんの方に入っていってる枝ですので、これで良いでしょう。まだ濃い部分がありますので、整理していきます。シルバーの部分がだいぶ表面に出てきましたね。あとの枝先の揃えはお好みで良いと思います。ご視聴ありがとうございました。